許せない戦いが続くこのコンペティション、歓喜の瞬間を目指して選手サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。この時間はビファーレン長崎対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。ウェンブリースタジアムコネクテッドバイ EE で行われるこのゲーム、改めて紹介するまでもないかもしれませんが、収容人数は9万を誇るヨーロッパを代表するスタジアムですよね。全てのフットボーラーが憧れる聖地です。
このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。お互い主導権を握っていきたいですからね、はい、ボールを保持していくのか、プレスをかけて速い攻撃をしていくのか、そのあたりのプランも序盤で見えてくるでしょうね。では立ち上がり見てまいります。いいですよ、攻守の切り替え。インターセプトを狙う。カウンターですよ。コスタクルタ、流れを止めます。ベッケンバウアー、いいディフェンス。裏へのスルーパス、さあチャンス。ここで丁寧にコントロール、ディアビ。おー、いい形じゃないですか。ボールはクリア。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。さあ右へ預けて、抜けてくる。上がってきますね。どうだ。グリエルもビカーリをしっかりと抑えました。あっと、両チームとも立ち上がり様子を伺っているようですけども、どっちが先に仕掛けるかですね。さあこのセカンドボール、笠柳、エズガルジュニア。さあここでカウンター。ここでマッチアップ、ネイマールからメッシュ、シュート。危ない。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。このボール奪いに行きます。秋野、米田、ベッケンバウアー、ここは読んでいました。ディアビからメッシ、組み立てながら攻め上がっていく。シュート、惜しいシュートです。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。ミカエルなんですから右へ、ファンバ、笠柳、スペースを使う長崎、カウンターを仕掛けます。コスタクルタ、パスでつないで攻め込んでいきます。秋野、カットに行きます。米田、さあ右サイドから上がっていく。いや、この辺の攻防は非常に見応えありますよね。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。シュート、決まった。先制、ミラン。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあミラン先制、1対0です。先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、いっぱい落ち着いてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。さあエズガルジュニオ、ワン前のボール。長崎としては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。秋野、米田、エズガルジュニオへ。コースの繰り返も早いですよ。奪いに行きます。スペースを狙う。米田、不安前、これはなかなかこじ開けられない。インターセプトを狙う。そして今前半終了の笛が吹かれました。
結果前半1対0、長崎先に得点を許したまま前半を終了しています。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにして、そこを狙っていくような形になると思いますね。ビファーレン長崎対 AC ミラン、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。リードはされてますけども十分時間はあるので、しっかりボールを握ってペースをつかみたいですよね。この後半最初の時間帯は重要になりますよね。はい、ディアビ、長崎がメンバーチェンジを行っているようです。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたよね。エンバペ、ここは大きくクリア、ピンチを出します。シュート、あっとこれは、いやー、ここでこれは悔やまれます。これは痛い、どうしたんでしょうかね。これは北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。まあもちろん精一杯やったプレーの結果ですからね、次切り替えていきたいですよね。さあ長崎オンゴールで失点してリスタートとなります。こういったレベルの高い試合では一つのゴールで一気に流れが変わったりしますからね。このオンゴールの影響は非常に大きいですよね。はい、ネイマール、ここは奪います。ここも固い守りでボールを奪います。長崎としてはそろそろまず1点返したいところですよね。ベッケンバーはスペースへ、ディアビが受けると呼んでいた、前線にボールを送ります。ナルセからエジガルジュニオ、ナルセからエジガルジュニオ、ここはつながりません。奪われると危険な位置、ナルセからエジガルジュニオ、シュート、いやー、もう一回上がる、ディフェンスこれを読んでいた。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としては点差的時間帯、これはあまり意識しない方がいいでしょうね。まずは自分たちのサッカーができているかどうか、ここがポイントになってきますよね。さあカウンターを仕掛けます。通るのか、このパス、エンバペからディアビ、ここで受ける、来た、これは米田、長崎はこの時間帯を迎えましたが交代枠はまだ残っています。これは合いません。さあつながるか、セカンドボール、おっと、撫でるようなボールタッチ、自分で行く、奪い返します。裏のスペースを狙う、さあフワンマ、ここは競り勝ちます。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。どうする、エンバペからネイマール、スピードアップしたいでしょ。ここはアキノ、速いパス回し、パースをつなげます。ボールを戻します。厳しくチェックされてましたし、まあ返すしかないでしょうね。さあカウンターだ、いやーこれは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。クロス上げる、ボールを追いかける、ハット、再びクラウトまで来た、
これはキーパー。 AC ミランはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。裏を狙っていきます。足元狙う、コスタクルカ、ここはいいプレスで奪います。ここは笛が鳴ります。両チーム同じタイミングで動いてきます。デュレル、ビエラ、スペースを使う、さあフリーだ、さあフラッグは上がっていません。クリア、このピンチをなんとか出します。澤田、スペースを狙った、デュレル、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。スピード上がってきますよ。スルーパスを狙う、コスタクルタ、このボールに触ります。さあ笛が鳴りました。2対0、長崎、今日のゲームは惜しくも敗戦、一歩及びませんでした。北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かちぐはぐになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2対0シャットアウト負けを喫しています。
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間はインテル対ビファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。今日のゲームの舞台はロンバルディア州ミラノにありますジュゼッペメアッツァ、インテルのホームゲームです。収容人数は8万のこのスタジアムはインテリスタの熱気に。シュート、決まった、先制インテル。早速決めてきます。キックオフのいい流れからこの得点まで結びつけましたね。イネキ・ウィリアムス、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いやー、ボールのもらい方良かったですよね。パスの出てくるタイミングも完璧だったので相手の守備も対応遅れてしまいますよね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。さあインテル、今日先制はこの早い時間でした。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。インターセプトを狙う、加藤からフワンマ、裏のスペースを狙う、フワンマから加藤、マテウス・ジェズス、もうこれいいですよ、クロスを選択、これはクリア。さあカウンターを仕掛けます。このボール奪いに行きます、フワンマ、長崎、カウンターを仕掛けていきます、スペースを狙うと呼んでいた、ここは大きくクリア、ピンチを脱します。長崎はビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて前半の戦い方はいかがでしょう。早い時間に先制点を取られてしまいましたからね、若干硬くなっている部分はあるかもしれないですよね。マテウス、このボールに触ります。イニャキ・ウィリアムス、左サイド上がっていきます、インターセプト、ロングボールを縦に送る。さあここでカウンター、スペースへ。長崎としてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。カウンターですよ、ルカク、裏へ届くか、メッシが受ける、どうだ、シュート、さあこぼれた、これはどうだ、加藤、ここからカウンター早いでしょ、スルーパス、笠柳、おっとこれはカウンター行きますね。カンデラ、ハバーツから左サイド、マテウス、さあカウンターのチャンスになります。フリアン・アルバレス、ノイヤー、キーパー前へ蹴り出します。フリアン・アルバレス、ボールはメッシへ、アキノ、このボールに触ります。いいですよ、ポジション切り替え、ここは通しません。マテウス、マルコス・ギレル、さあ右へ預けて、ここもしっかりディフェンスしました。裏へのスルーパス、奪いに行きます、アキノ、長崎、カウンターを仕掛けます、マテウス・ジェズス、さあフリーだ、
スペースを使う。ディフェンスこれを読んでいた。大きくサイドチェンジ。こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。ムネツイ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあ一気にカウンター。ここはボールを下げる。加藤、長崎としては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。メッシー、キミッヒ、バンサンカンデラへ、アキノ、カットに行きます。笠柳、マルコス・ギレル、このパスがつながります。さあ逆サイド、イニャキ・ウィリアムスからルカク、狙う若原、キーパーこれよく止めましたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。狙えるか、インターセプト。長崎はここクリアで、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半から得点が動いています。長崎前半に先制されハーフタイムを迎えています。守備をしながらやはり点を取りに行く、まあ、追加点を取られてしまいますと差が開いてしまいますからね。インテル対ヴィファーレン長崎、それでは続けて試合をお楽しみください。Attenzione, un cambio. さあ後半、長崎としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですよね。はい、そうですね。カンデラ、裏を狙う、変えますよ。ロナウドへ、足元狙う、自分で行く、すぐ上げる、ヘッドだ、追加点、インテル、リードを2点に広げます。ハバーツ、チェックを受けていましたが、おっと、1対1対1、切り込むか、シュート、決めた、長崎1点差まで追い詰めます。マルコス・ギレルメ、キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。いや、決めて当たり前、シュート、うわ、カウンターですよ。長崎はこのハーフタイムで選手交代を行ったようです。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたよね。監督が前半を踏まえてこの後半どういう戦い方をするのか見ていきたいですよね。スペースに出す、シュート、キーパーセーブ。いやー、キーパー素晴らしいですね。難しいボールでしたけどもね。いやー、よく止めましたよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。守備陣クリアの対応です。上げる、これはクリア、ファールありません。仕掛けるか、スルーパスを出す、シュート、下同点、長崎、見事な同点ゴール決まりました。いや、これは面白い展開になりましたよね。フアンマ、相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。そうですね、ラストパスの質が非常に高かったですよね。受け手の方も相手の位置を確認して冷静にゴールに流し込みましたよね。一瞬の判断でしたけど、お互いのシュートの意識の高さが生んだゴールでしたね。さあ長崎、見事な同点劇を見せています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。若原、しっかりと抑えました。福
ックが上がってきますよ。ここは読んでいました。ここは返す。さあルカク、さあシュート。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。長崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。スルーパスを狙うと呼んでいた。一瞬のクリアですよね。トップで収まればね、シュートまで行けた時でしたけどね。米田、これは合いません。裏を狙っていきます。クロス低い、シュート、長崎、いや勝ち越し。試合をひっくり返します。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。マルコス・ギレルメ、今日2点目のゴールです。長崎が最後のカードを切ります。さあ長崎、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。長崎としてはこれでチームに勢いも出ますし、大きな1点ですよね、はい、このまま勝ち切りたいでしょうね。インターセプトを狙う。ムネツィ、これは奪い返します。リュディガーへ。イニャキ・ウィリアムス、クリスティアノ・ロナウド、いい形じゃないですか。リュディガー、ここは大きくクリアの対応。ルカク、ルカク、アルバレスからのフィード、守備陣クリアの対応です。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。マルコス・ギレルメ、裏へ出るか、どうだこのシュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。スルーパスを狙う。ルカクからイニャキ・ウィリアムス、いやスルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。引き出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。厳しくチェックします。澤田、さあつながるか。マルコス・ギレルメ、まあクリアが精一杯ですよね。もう一度裏へ届くか。ディフェンス、これを読んでいた。クリアン・アルバレス、ここで終了を告げる長い笛。3対2、長崎勝ちました。見事な逆転勝利。マルコス・ギレル、今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さあ終わりました。長崎としては後半で見事に逆転しましたね。一旦掴んだ流れをしっかり掴んで離しませんでしたし、その中で着実に得点を重ねていきましたよね。そうですね、素晴らしい試合でした。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
長崎が見事な逆転劇を見せ勝利しています。